私の彼氏はあの漫画がとにかく好きすぎるやつだったんです。悪い悪い悪い。高橋君遅いよ、映画始まっちゃうよ。いや電車でさ10巻読んでたら三茶で降りるの忘れちゃって用語まで行っちゃった。ワンピース読んでて駅過ぎちゃったの？いやだって今ジャンプで魚人島編やってっから今改めてアーロンのとこ読んどかないとヤバいっしょ。いやもう読み終わるからちょっと待って待って、ま、待って待って、 SBS が飛ばすからちょっと待って。ねえ行こうよ、間に合わなくなっちゃうよ。いやあの今日さ映画やめて、まあ、買い物か思い切ってハウステンボスまで行っちまうか、まあでも俺ちょっと買いたいんだよ、買いたいの買いたいの。見苦しいハンコックのフィギュア、わらわら。ワンピースのフィギュアだったら一人で行けばいいじゃん。今日は私とのデートでしょ、うん、映画行くって言ったのに。あれ、いやその服ちょっと立ってみおいっすワンピースでしょ、ワンピースつながりで。ってことは、ねえ待って伸びちゃってるし、これほらゴムゴムの実食っちゃった。あてか、あてか、いい加減はしてよ。なわけねえな、なわけねえな。ワンピースの話ばっかり。うん、ごめんごめん。私が貸した DVD の感想とか全然言ってくんないし。ああ、あの、あれでしょ、Life is beautiful、うん、うん、見た。え、ほんと？うん、あのラストシーンよくない？戦車が迎えに来た時とかさ、私も。いやでもね、17巻のラストはもう100倍、300倍泣けるよ。冬島で桜、まあ桜に見立てたっていうか、まあ雪がピンクに染まってこうバーって、もうワンピースは、ワンピースはいいって言うの。ごめん、本当に私のこと好きなの？いや好きだよ、愛してるし本当に。じゃあさ、私とワンピースどっちが好き？そんなこと決まってんだろ。俺の中で1番がルフィ、2番がエースで、3番が白ひげ。でもでもその中で7はルフィとエースの間で1位じゃねえのか。ちょっと待てよ、喜べよお前。エースより上だぞ。B と D の間分かれる。なんで？もうやってられない、分かれましょう。え、なんでなんで、ちょっと待って、はい、待って、本当に本当に帰って、ちょっと待って、ね、いや待てって。さようなら。なに、ナナさん。いやあの分かれるけどさ、分かれるけど俺とナナはずっと仲間だからな。